今日は3つの面からお話をさせていただきます。まず最初にイラクの歴史についてご説明します。イラクの現状を知るにはイラクの歴史を知るということが非常に大切です。歴史の次は現在の政治情勢について申し上げます。最後に将来イラクがどうあってほしいかという私たちのビジョン、そして日本とイラクの現在の関係について申し上げます。イラクの理解には歴史の理解が必要です。いくつもの文明がこの地で育ち積み重なっていったということがイラクの歴史に大きなインパクトを与えています。こういったいくつもの文明を見ずしてイラクの理解はできません。現在のイラクはオスマン帝国内の3つの州だったものが1つになったものです。イラクの現状を理解されたいのでしたら、まず歴史を最初に知ってください。経済情勢について、歴史的にはイラクは農業とその輸出に依存しておりました。1958年に共和制となった頃からのこの 4,50 年間は社会基盤の整備が整い、農業の生産高が減少する一方、他のすべての製品の生産高が増えています。2003年以前の状況についてご説明申し上げます。2003年はご承知のようにアメリカがイラクに侵攻した年でした。それまでどのような国であったかというと、鉄のカーテンという状態でした。つまり国民は情報がないため行動もできないという状態でした。もしイラクを明確に区切って3次元で見るとしますと、シーア、スンニ、クルドという軸がありますが、実はそのようには見ていただきたくないのです。なぜかと言いますと、これらが混在しない純粋な地域というのは今や一つとしてないのです。またこれらが混在しない部族というものも一つとしてありません。イラクの人々はもはや複合的なもので、人格も複合的になっています。外交政策について申し上げます。アメリカとは戦略的パートナーシップを持っています。これは軍事面だけではなく、教育や訓練など広範囲なものとなっています。そしてアメリカとの合同委員会を作り、このパートナーシップをモニターしています。イラクの未来について、安定したイラクのためには3つのポイントがあります。それは治安の改善、社会経済体制の整備、そして安定した政治体制です。これらは全ての人がいつも頭に入れておかなければならないことです。これらは3つとも同じように大切なことでありまして、ある一つのことのために他が犠牲になってはならないものです。治安についてはアメリカの駐留なしでも治安が維持できるようにする必要があります。経済体制について、パリクラブでの債権放棄決議は明らかに大きな前進です。これについて日本にもとても感謝しております。イラクと日本の関係について申し上げます。両国には強固な関係があります。最近も日本の経済産業大臣がイラクを訪問され、エネルギー政策などについて話し合われました。私たちは健全な関係にあり、さらにこれを強化したいと思います。今日私がここに参りましたのもそのためです。政治にとどまらず、文化交流などにも進展させたいものです。私たちはお互いに尊敬し合う関係であり、交流は全ての面において深めてまいりたいと思っております。ありがとうございました。
大使のファイリーさん、そもそも10年前であればダーワ島のシーア派のファイリーのクルドの方がここでほとんど諜報関係者の監視もなしに話をされるということ自体が奇跡のような話でございました。これからおそらく4つのレベルでの挑戦というものがイラクには待っているんだろうと私は理解しております。で、1つ目は政治的な対話、2つ目はやはり治安です。そして3つ目には透明性、あるいは腐敗の除去、それに加えて4つ目はおそらく隣国との関係。今期待を寄せなければいけないのはかつてのイラクのパターン、独裁あるいはパトロンシップとそれに迎合するような人たち、こういったものをおそらく乗り越える最も良い機会がイラクに訪れられていること、2003年の10月だったと思います。日本はイラクとの関係を確立するための最初の一歩を踏み出しました。一つ目はイラクに対する緊急人道支援、そして二つ目は15億ドルの無償を中心としたイラクに対する協力、そしてその後35億ドル、これを結果として2008年度末まで行うということを表明をいたしました。3月のアラブサミット、これは画期的だと思います。しかしながらイラクのタレク・ハーシミという副首相は内政介入というような言い方を残念ながら表現をしている。これはどうしても国内の政治を国外に反映させて、結果としてサミットを阻害しかねないような、全体の利益を見ていただけるような政治というものをイラクにも期待をさせていただきたいし、我々日本の方も新しい一歩を踏み出すために私としても進めさせていただきたいということを最後にお約束をして、私からのコメントとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。サドル氏には帰国の権利がありますので拒否することはありません。クルドについては自治よりも共和制についての議論が進んでいることを頭に入れておいていただきたいと思います。石油収入につきましてクルドは 17.5% を得ます。また今後の増減につきましては今後の調査によります。調査はできれば今年行いたいと思っております。私たちは全ての政党と次のようなことに合意しています。それはまず法律を守るということ、そして問題が発生したときには上級裁判の判例などに従い解決するということです。アメリカとの関係につきましてはアメリカは中東で大きな力を持っていますし、他の地域でも大きな力を持っています。アメリカは世界最大の経済力を持っていて中東での存在も大きなものです。もちろんイラクは中東の一つであります。従いましてアメリカなしに物事を進めることはできないと考えております。非常に答えにくい質問ありがとうございます。ただイラクのその権力構造を考えるときにパトロンクライアントシップ、つまりサダム・セインが資本を持っていてそれに応えるクライアントがいて、それが政権を支えるというシステムがありました。でまた時折政権が弱くなるとそれに乗じて隣の国、隣国がそこに介入をするという、そういった構造もありました。こういったことを勉強したことは永田町における権力構造を理解する上で私は役に立ったというふうに思っています。私小泉総理の時に2度ほど衆議院に呼ばれて大量破壊兵器に関する意見を求められて、イラクの大量破壊兵器はあるかどうかないかってことは分からないけれども隣国に影響を及ぼし得ない、ご説明をさせていただいた経験があります。日本の政策決定における情報収集のメカニズムというものをもう一度検証するという意味においては、私はこれなんとか任期中にやりたいとは思っていますが、先に、実はさっきもちょっと申し上げた防衛大綱ですとかそういったことをずっと先にやらせていただいたというのが今までの経緯でございます。